眼科医の平松です。今日は最新のお薬のレビューをしたいと思います。普段、日常生活で、病院に行ったり、診療を受けてお薬出されるときに、最新の目薬ないの、最新の治療法ないのっていうのを気にされる方もいると思います。で、新しいのが出ても、それってどうなのかなって心配になる方もいると思うので、今日は実際に新しいお薬が、手元にありますので、使ってみてどんな感じなの、そしてどういう効果、新しい効果があるのっていうことについて解説したいと思います。こんな感じで、新しいお薬とか、治療法、手術とか、日常生活できることをいろいろアップしてますんで、よろしければチャンネル登録お願いします。じゃあ今日ご紹介するのは何なのっていうと、ジクアス LX っていう目薬になります。これはドライアイに対する目薬になります。もともとジクアスって言って、これちょっと濃いめの青ですけど、薄い青、水色と言った方がいいのかな、の蓋のお薬でした。で、それが、ちょっと濃いめの青になって、ジクアス LX になった。この違いは何なのかっていうと、今までのジクアスは、一応1日6回点眼してくださいっていうお薬でした。とはいえ6回させない人が多いので、3、4回でいいですよって処方することも多いんですけれども、一応6回っていうのが基準になってました。ただ、この目薬は3回で6回と、同じような効果があるんじゃないかっていうふうに言われていて、実際のデータを見てみても、基本的に3回と6回で、ほぼ変わらないかなっていうような感じです。なので、要は、今までの倍、効くっていうか、効果が倍なわけじゃなくて、回数少なくても効くよっていう感じの目薬です。ただ、こういうドライアイとかのお薬っていうのは、緑内障の方とかそういう方にはとても重要です。角膜に傷がついたりしてると、やっぱ見づらくなってしまうんですね。視力は 1.0 出てるのに、なんだか見づらいって場合、もちろん視野が欠損してることもあるんだけど、ドライアイが悪くて見づらくなってる緑内障の方とかも結構多いんですね。なので、こういうのを使う機会もあるので、どんな感じかなっていうのを、ちょっと、開けて使ってみようと思います。こんな感じですね。で、これディンプルボトルって言って、腰がくぼれたようなボトルになってるんですよ。こうすることで手が弱い方が使いやすいっていう、特殊な設計されたボトルになります。多分これ三田製薬さんだけなんじゃないかな。で、ちょっと使ってみようと思います。失礼します。刺した感じは、そんなにドロっていうイメージないです。6回の目薬が3回になるんで、僕てっきりもうちょっとドロッとしたイメージなのかなと思ってたんですけども、そんなに前、僕もジクアスの普通のやつも使ったことあるし、ちょぼちょぼ使う、私ドライアイがあるんですね。なんですけれども、あんまりドロッと感だとか、ちょっともう一回刺してみます。失礼します。思ったほど泥っていう感じはないし、思ったほどないというよりは、あんまり従来のジクアスと大きく違うなっていうような差し心地ではないです。はたまた、それだけ効くんだから染みてしまうのかなとか、使い心地が悪いのかなっていうイメージを勝手に思っていたんですけども、言うほど悪くないなっていう感じですね。で、一応、このお薬は、新薬、新しいお薬ではあるものの、ベースはジクアスって今までのお薬を、ただ使いやすくしたお薬なので、安全性ということでは、そんなに変わらないかなっていうふうに考えてくださって結構です。なぜそんなことをわざわざ言ってるかっていうと、新薬っていうのは、いいよってことを必ず一番最初言われるんですよ。例えば、新しい何とかの治療が出ましたとか、目薬が出ました、飲み薬が出ましたって時、最初は、ここがいい、ここに効いたってね、いいことばっかり言うんですよ。でもって、何年かしてくると、ここが悪い、こんな問題が起きたって言って、で、5年ぐらいしてくると、消える治療と残る治療があるみたいな、そんなのがいつもの流れなんですよ。皆さんにとってみると、ずーっと治療してるわけじゃないから、なかなか実感ないかもしれないけど、我々のように、日々ね、診療してると、あのお薬、そういや前出たけど、いつの間にか消えたね、とか、前、あの手術法が、今は時代のトップだみたいに言われてたのに、あの手術する人ってあんまいなくなったよね、っていうのが結構あるんですよ。
なので、まあそういう意味では、今まで実績のある目薬がそのまま使いやすくなったってお薬なので、ちょっと安心です。もう一点、長期処方っていう問題があります。これ何なのかっていうと、今まで新薬が出ても、なかなか最初って使いづらかったんです。これなんでかっていうと、新薬が出た場合ばっかりの時って、新薬出た、発売なんだ。だからこそ、もうこれは、普通の発売の他のお薬と同じって思うじゃないですか。でもこれって、ある意味まだ治験の段階と一緒なんですよ。臨床治験、薬には治験というのがあって、フェーズ1、2、3、4ってあります。で、1、2、3っていうのが、まあ、いわゆるこう皆さんに出てくる前の話。で、4っていうのが、まあ要は皆さんに出て、実際使ってみてどうなのかを、例えば我々が処方して、患者さんにこんな問題がありましたっていうのをフィードバックして、それをもとにもう一回このお薬本当にいいのかとか、やめた方がいいのか、もっと言うとこの使い方でいいのか、他に注意点はないのかっていうのを見るのをフェーズ4って言います。この4で何か新しい副作用が見つかったりすることって意外とあるんですよ。今まではただの充血だけだと思っていたら他に問題が出てくるってことがあるので、要はね、実験段階だとせいぜいやれても100人、200人の患者さんの治療なんですよ。でも市販されると1万人とかの患者さん使ったりするわけなので、もう桁違いに多いので、1万人に1人出ちゃう何らかの問題っていうのはわかるわけですね。まあ、そういう意味で、こういう従来のお薬を少し良くしたお薬であれば、なんか変な怖さっていうのはない。そのため、今までは新規薬っていうのは長期処方ができないと言われてました。これどういうことかっていうと、新しいお薬が出ました。じゃあ、緑内障の新薬出ました。明日から使ってみましょうって処方するじゃないですか。じゃあ、3ヶ月、4ヶ月後ね、ダメなんですよ。なぜかっていうと、新薬は1ヶ月ぐらいでは患者さんを見て、本当に副作用は問題点がないかを必ず見てくださいっていう風になってるんです。だからこそ、新しい最新新薬が出ました、処方しました。毎月のように来てくださいっていう風に、どうしてもなってしまうんです。でも、このタイプの、いわゆるこう従来のグレードアップ、バージョンであれば、その問題は回避できるわけですね。つまり、いわゆるこう3ヶ月後、特にね、僕の患者さんだと緑内障の方が多いわけで、緑内障の目薬をしている中で角膜に傷がついちゃう。だからこそ、それの治療に、じゃあ、軸足 LX にしてみましょうってなった場合、じゃあ3ヶ月に1回ね、緑内障のフォローしてんのに、軸足を出すがために毎月来なきゃいけないってなっちゃうと、ちょっと大変ですよね。という意味で、まあ、こういうふうに、新しい、こうね、新しいお薬ですね。これが出た時に、ずっと使える、3ヶ月とか使えるっていうのは非常にこう効果的かなっていうふうに思うので、まあ非常に皆さんにとってはメリットかなっていうふうに思います。じゃあ、軸足 LX 出たからすぐに使ってくださいよって主治医が使ってくれるかっていうと、ちょっとこれは微妙です。新しくなったお薬は、さっきね、僕は安全性はね、普通に新薬として開発されたのよりは高いと言われましたけど、もちろん従来とはちょっと違うわけですよ。ってなってくると、私はもうちょっと世の動向を見てから処方したいなって先生もいるわけ。で、それ悪いってわけじゃなくて、いわゆるこう保守的で、他の人が見て安全性を確認してから処方したいっていう考えだから、悪くないですよね。いい考えだと思うんですよ。なんで、まあそういう先生の考え方を尊重して、そういう先生もいるってことを理解して、なんか軸足 LX って出たみたいなんですけど、私にどうですかみたいな聞き方の方が聞いてみるといいと思います。そうすると、ちょっとね、もうちょっと見てからって言われたりとか、実は軸足 LX 出たの知らない先生もいるんですよ。そうすると、あ、そう、じゃあちょっと次回まで考えるわって言って、次回までに調べておいて、あ、なんか出たらしい、なんか患者さんが言ってたんだよって言って処方することも結構あるので、いきなりその場で判断を仰ぐんじゃなくて、あ、どうですか、ちょっと次回、聞いて、教えていただければっていう方が、スムーズに、お話が行きやすいかなっていうふうに思います。もちろん、あなたにとって必要でなければ処方はされない。そこは、あくまで主治医の判断になるっていうことは、ご理解いただければなっていうふうに思います。まあ、こんな感じで、新薬が出たら、これ出ました。使い心地どうですって、実際私の目に試してみてもお話しします。あ、すぐにはそうでもないけどね、今ちょっとこう話して、5、6分経ってきて、ちょっと、なんていうかな、粘っとはしないけれども、潤ってる感のちょっとネバネバっぽい、オクラじゃないけどそこら辺に近いぐらいの感覚が目に来る感じはちょっとしますので、
この感じが嫌だっていう人もいるし、なんていうか、保湿してる感じでいいなっていう人もいるかもしれないです。なので、ちょっと試してみてご自分に合うかどうかっていうのは、ちょっとやられて、見る感じになるかなと。うん、だから、もう主成分は一緒だとしても、全くもって一緒ではないっていうことも理解していただけるといいかなと思います。今後もいろいろアップしていきますんで、チャンネル登録、ベルマークを押していただいたりとか、ちょっとここでは言いにくいような新薬に関する情報だとか、新しい治療の情報などは、限定動画として出したりしますので、概要欄にあるメールマガジンでそれ発信してますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。